こんばんばはくですよろしくお願いします、はい、いやちょっと待ってください。あのまだ僕 US クラシックの男女ショートを、えー、今見終わってですねあのまだフリーを見てないんですけどあのロンバルディア杯がもう始まってるんですよね。 かなり僕、遅れてしまってますけど、今、男女の演技、ショートプログラムの演技を全て見ました。全選手見てきましたであの。これからね、フリーの演技を残すんですけれども、ちょっとショートプログラムでねこのこの、まあ、思ったこと、それからプロトコル表とかを見ながらですね、感想をお話ししていこうかなと思います。はい、でまずあの、うん、女子の方からお話ししていこうかなと思うんですけど、あのね 一番今回印象に残った選手は、アメリカの、うん、オードリー・シーン、うん。あのね、すごく良かったですね。うん、オードリー・シーン、えっとね、かったですよ。彼女、今回曲がね、ちょっと待って、えー、どういう曲で滑ったのか、名前はちょっと忘れてしまったんですが、あのとても素敵な曲でしたね。うん、で、あと、最初からすごく引きつけてて、 えーまあ、とても素敵な振り付けとか多かったなというふうに感じましたよ、うん。この選手はアメリカなんですが、アジア系のアメリカ人ですよね。うん、そうそう、僕昨シーズンから彼女を、えー、知ってですね、えー、知ったんですけど、うん、とても良かったと思います。距離も非常に、えー、あったかなと思います。で最初トリプルとト,トリプルと良かったかなと思ったんですけど、ちょっとこれ見てみると、えーまあ、最初の 2つ目のトリプルと9マークがついてしまってて、ちょっと点が伸びてなかったかなという感じありますね。うん、表情がですね、本当に良くて、うん、なんかステップシークエンスのところもですね、非常にその、うん、曲に合わせて、まあジャッジに、ジャッジに対するアピールとかもとても良かったかなと。なんかすごいこうハラハラ 見てて楽しいなって思えるような、まあ、そういった演技だったと思うのですごく今回、一番ショート印象に残ったのがこのアメリカのオードリー・シーンだったかなというふうに感じましたね。はいうんであのー、彼女はですね、まあ、フィンランドのラウラ・レピストっていう選手がいるんですけどとアメリカの長住未来選手のような2人を合わせたようなそういった雰囲気なんですよね。 うん、ちょっとこう、まあ、ラーラーレピースのようなスポーティーな感じもありながらちょっとこう表情が長ぎない選手のような感じがするっていうちょっと不思議な魅力っていうかおなんかオリエンタルな雰囲気を持ちながらうーんまたちょっと違う,こう魅惑的な感じっていうのも醸し出してるかなっていうふうに僕すごく思うのであのこのオードリーシーンこの音楽もとてもいい選曲だったなと思いますので。うん かなりインパクト残りました。で得点は61.16で、やっぱりジャンプの回転不足ダブルアクセルもちょっと詰まってしまったんで、加点が点々されてたりとかしてですね、点が伸びてないですね。トリプルループも良かったな気はしたんですけど、まあ、ちょっとアンダーローテーションがつく形になってしまいました。減点もちょっと多く。 されてますのでこういったところでまあ点数が伸びなかったのかなっていう感じですね。今見てみると。うん、彼女も決算のときはて、クライで表情があんまり良くはなかったので、だからあの、得点が出た瞬間にちょっと低いのかなっていう感じがありましたからね。うん、プログラムコンポーネンツはこんな感じで。えっ、ー、と、PCS はですね、こういう感じですね。ああ、でも日本ジャッジが一番厳しくつけてますね。 25.27ポイントですね。一番優しいのが31.92がメキシコとオーストラリアのジャッジが一番優しいジャッジになっていると思いますね。うん、29.87ポイントだった日本がかなり厳しめですね。うん、そうですね日本,だ日本が オランダも6点台1個ありますけど、日本は全部6点台ですので、厳しくは出てるかなという感じが、えー、しましたけど、えー、僕はちょっと印象に残ったかなという感じましたね。はい。うん、これがオードリー・シン選手ですね。で、次、河辺選手のお話し,していこうかなと思うんですけど、河辺選手は、えー、っと、こちらですね。あ、これは k b m も作るんだね。 ーはい、川辺選手のお話をちょっとしていきたいなと思ってます。あ、ちょっと待ってあれなんでラインだ。あ、こちらですね。川辺選手のはい、得点を見ていこうと思います。で、川辺選手はあのそうですね。えっと非常に面白い振り付けですね。やっぱりうん。やっぱりというか、今シーズンのプログラム、ショートプログラムうん。とても面白かったです。で、エキシビションの時はちょっとどうなのかな？な っていうふうに思ったんですけど、試合で見てみたら、ちょっと、っていうか、かなりイメージが変わって、このプログラム面白いなっていうふうに感じましたね。うん。ちょっとなんかディスコテックの,よの中にいるような感じで、うん。なんていうか、ちょっと、なんて説明せめか難しいんですけど、あの、そういう感じの、うん。ちょっとディスコテックな曲というかね、いう。 感じの曲を使っていいたかなと思いますで特に面白かったのが、まあ、中盤からの振り付けがですね、えー、特に面白い振り付けが非常に多かったかなというふうに、えー、感じました。うん、で彼女は、まあ、ジャンプに関しては、ちょっと見てみると、トリプルルッツ、トリプルトーループ、えー、これは加点がついてますね、はい。回転がしっかり足りているという評価に、えー、なっているかと思います、はい。トリプルフリップがね、ちょっと確かに、あの、 そうですね、えっと、あのちょっと詰まってしまったかなという感じがしましたが、アテンションと、えー、アンダーローテーションがついてしまってますね。はい、これがちょっと、えーまあ、残念だったかなという,ふうに思います。着地したとき、ちょっと大丈夫かなという感じの着地だったので、案の定、えーそうですねまあ、マークがついちゃってしまっているという感じで、3.56点しか点取れてないですね、トリプルフリップが。 はい。それと、ステップシークエンス、良かったかなと思ったのはレベル3ですね。ただ、スピンでもレベル2が一つあるので、ちょっと取りこぼしがあるかなといったところはありますけどね。うん、ただまあ、彼女の演技は僕は今期ショートを初めて見るので、うん。あの、まあ、良かった、良い,いスタートだったんじゃないかなというふうには感じますけどもね。はい。うん。そんな感じです。はい。で、えー、っと、PCS に関しては、 アメリカのジャッジが全部26点で厳しめで出すねですね。アメリカのジャッジが全部26点ということで厳しめに出てるかという感じですね。逆に日本ジャッジは30点ですけど、カナダジャッジも30点出してますので、はい、えっ、ー、と、そういう感じですね、うん。アメリカジャッジは全部6点台ということですけど、 はい、このプログラム、とても面白くて、新しい雰囲気なのかなっていう感じを受けたんで。うん。あとね、スピンが、まあ、レイバックスピンはいつも彼女、レイバックスピンやってましたけども、これ、シットスピンの足換えに変えてますね。はい。 ね、ちょっとかあという感じですねあとあの先生やっぱ樋口美穂子先生にこう変えたというところもあってですね、まあ、結構イメチェンとかもしてきたかなっていうのあるんですが、まあ、表情が特にこう、まあ、良くなったかなって顔の表情と顔色が非常に良くなったかなっていう感じがするので、まあ、非常にいい感じで楽しく練習できてるんじゃないかなっていう感じを見受けましたね。はい という感じで、河辺選手の62.68ですね。点数出た瞬間、ちょっとあんまりいい表情はしてなかったんで、思ったよりはまあ出なかったのかなっていう感じがありますけど、まあ、原因としてはトリプルフリップかなというふうなところでしょうかね。あとはスピンと、スピンのレベルが1.95しか最後取れてませんので、これがまあレイバックスピンとかの点取れると思いますので、うんまあ、今後どうしてくるのかってちょっと気にはしていきたいと思ってますね。はい。こんな感じです。 あとは韓国の選手、キム・イエムと、えっと、ユ・ヨンなんですけども、お話ししていこうかなと思いますね。まずは、えー、キム・イレム、58.32で、えー、ちょっと順位、ショートは順位を落としているんですけど、えっとまあ、彼女はねあの、そうですねトリプルフリップがまず中盤のところがですねダブルフリップになってしまいました。でこれあのまあ そうですね。ちょっと両足で着地しちゃって、えしかも回転不足で、で、まあ、ダブルフリップなんで、まあ,あの、そもそも点数入んないですからね、0点と、キックオーアウトということになってしまいましたね。はい。うん。で、ちょっと今回映像がちょっとトリレトリレになってしまったので、まあ、よくわかんなかった部分も多いんですけど、トリプルルース、トリプルトーループも、ちょっとアテンションと、えー、アンダーローっていうマークがついてしまって、減点が、えー、ちょっと大きくなってしまったかなという感じですね。 はい、そうですね、あとスピ,ンはスピンはレベル3が1つありますけど、他は全部レベル4が取れたんで、比較的 GOU、e、も高いのが取れてますので、スピンとかはステップとかは良かったんじゃないかなっていう感じがしますけど、うん、ただ、まあ、彼女はです、ね、<laughs> 安定の無表情ですね、いつも、うん、安定の無表情な感じがするので、<laughs> まあ今回もそれが、そういった感じだったかなっていうことですね。 まあ、フリースケーティングで大逆転するっぽいんで、まあ、そのフリーがどうなるのかっていうのは今からちょっと見ていこうかなと思うんですけど、あの、PCS 見てると、比較的やっぱ高いですね。日本ジャッジも全部7点台とかマークしてて、うん、そうですね。うん、結構、オランダのジャッジが、プレゼンテーション6.5ですけど、でもまあ、結果的にはまあ30点前後ということなんで、 やっっぱりこういったところで点が取れててるのかなっていう感じはしますねただ、フリップジャンプがもったいないんで、うん、これ決まってくると、まあ、60点は余裕に超えてくるし、65点ぐらいはいけそうな気がしますけど、まあ、トリプルトリップルでも回転が足りないらしいので、トリプルループが、うん、そこら辺が、まあ、多分、相当課題になってくるということかなと思ってます。はい。ただ、プログラムはちょっとやっぱり安定の無表情だったなっていうところは健在ですね。うん はいえー、そして U4 選手なんですけど、彼女トリプルアクセルを最初やるのかなと思ったんですが、えー、ダブルアクセルにしましたね。うんまあ、ここでちょっと僕、映像が見られてちょっと見ることができなかったんですが、えー、どうやらダブルアクセルにしていたようですね。うん、で、えー、と2つ目のトリプルルッツ、トリプルトーのコンビネーションがですね、まあ、トリプルトーがこれはダウングレードしてますね、うん。ダブルトーループ判定になってます。 はい、うん、あのミス、ちょっとええー、点数が飛びなかったかなって思いますね、うん、で高価のトリプルフリップもアテンションマークがついてますが、減点はされてないですね、うん、これも結構高さが大きいジャンプで良かった気はするんですけどね、あのアテンションマークがついているということになってますね。 うん、ただ、スピンとかはほぼレベル4で、まあ、最後のステップがレベル3ですけど、まあ、でも全部レベル4だったので、こ,この辺は良かったかなっていう感じがしますね。で今回プログラムが、あのブルーノサイレスの曲を使ってるんですかよ、彼女ね。まあ、非常に選曲は良かったかなっていう感じがします。うん、PCS を見てると、まあ、日本チャージ全部8点台マークしてますね。8点台、うん8、すごいですね。8点台とかマークしてたりとか。 えー、そうですね。他のジャッジは、まあ、20点台もいく、ね、2人いますけど、まあ、日本ジャッジ結構結構8点台全部出てますね。うん、結構、まあ、甘いというか優しいジャッジになってるか。でもカナ,ダカナディアンジャッジは32点なんで、まあ、決して日本ジャッジだけがまあ特段にいいというわけではないですよね,、うん、そうですね。アメリカは6点台もいますけどね。うんまあ、結構分かれてくるかなという感じでしょうかね。うん ただ彼女、曲の選曲は非常にかったと思うんですけど、ちょっとキレがなかったかなっていう印象を受けましたね。うん、まあ、赤い衣装だったんですけど、少しキレが少なかったかなっていう感じがしましたあの。オードリー・シン選手の方が順位低いんですけど、よっぽどキレがあったかなっていう感じはするので、ちょっとユーヨン選手は、ちょっとこう、いつもの彼女にしては、ちょっとキレがなかったかなっていう印象を僕はですね、受けたんですよね。ちちょょっっとと体格もですね、まあ、ちょっとこう、まあ 少しこう、うん、体型もボリュームを増してしまったかなっていう感じをちょっと受けたので、まあ、そこもちょっと気になってはい,るいますけどもね。はい。うん。まあそんな感じで、でも戦略は非常に良かったんで、これブラッシュアップしていけばかなりいいプログラムになってくるような気はしています。はい。えー、っと女子については、えー、っと、これで以上になります。うん。では次、男子の方をお話ししていこうと思います。 男子はですね、まずケビン・エイモーズ君からちょっとお話ししていこうと思うんですけど、えっと、彼はですね、あの、うん、4回転がね、今回なかったんですよね、1個もね。まあ多分4回転予定していたかなっていう思うんですけど、まあ、ちょっと4回転は今回は、まあ、えっと、えっと、封印ということになりましたね。うん。多分4回転やろうと思ったんだけど、トリプルになってしまったのか、それとも最初の練習のところであんまりうまくいかなかったので、まあ、トリプルに。 変更したのかなっていうちょっと分かりませんけど、えー、トリプルトリプルトリプルトトリプルサルコウにしてましたね、うん、で最後のトリプルアクセルちょっと危なかったかなっていう感じはしたんですけどなんとか決まってで減点、えー、もまないという感じになってますね、うん、そうで彼のすごい良かったところは、まあ、本当にねプログラム全体があのー もうあの、まあ、アクロバットな感じで、えー、健在なんですけど、まあ、音楽も非常にこう、うん、あしんみりくるような曲の中で、そういった、まあ、ジャップ萌え的なみたいな、ジャップ萌え的なね、えー、そういった振り付けとか結構多かったかなと思います。で、ステップシークエンスが本当面白くて、うん、ステップこれですねあの。レベル3なんですけど、でもほら、えー、っと5とか4とかも並んでますよね、うん。で、これ評価もされてますけど、非常にその、まあ、 今回のショートプログラムはこれをシークエンスできませんけどあの、まあ、これをシークエンスとステップシークエンスが混じってるんじゃないかと、うんまあ、ステップとこれをシークエンスがもう融合しているかのような、まあ、それをう段非常に面白い。 ス、えーまあ、ステップシークエンスだったたかなというふうふに感じました、ね、で、彼はもうあの結構あの最初の出だ,出だしからね、えー、まあ測点っぽいことしたりとか、まあ、結構空中測点みたいなこともしたりとかしてて、ほんアクロバットな感じがありましたけどもね、うんまあ、ステップとか、まあ、そういったところでも結構入れてたんで、まあ、非常にインパクト大きかったかなと思います。で、もう自由にもう滑ってる感じはあったんですけど、まあ、このプログラムはその、なんていうのかな、うん。 そういう、まあ、自由な、彼の自由な中で、もうちょっとこう制限をかけるみたいな、そういったプログラムだったかなっていう感じがしますね。まあ、曲のせいかもしれませんけど、すごい、すごい自分は自由に動きたいんだけど、曲はこう制限かけてるみたいな。うん 曲はすごいこうドラマチックでちょっとテーマがテーマ的には重い感じがするんだけどでも自分は自由にやるんだみたいなそういうこうなんて言うんでしょうかねそういったあのなんかこの,この世の中を反映してるみたいなそういう感じを受けたんですね僕なのでそういったところのテーマ性なんかもちょっと見え隠れしてたかなっていうふうには感じましたね PCS は 40点、あ、でも、ちょっと分かれてきますね。スルバキィ語のチャッチが45点という、<laughs> すごい9点台は2人います。あ9点台2つかけてますね。うん。はい。えっと、45.93という高い評価になっていますが、えー、まあ、39点台っていうジャッジもいるんで、まあ、結構分かれてるかなっていう感じですかね。うん。まあ、今期は PCS 結構分かれてますね。あの、みんな。うん。そういったところもちょっと面白いなとは思ってます。 はい、でも彼,もです、ね、こう彼はあのー、ちょっと雰囲気変わりましたね、髪の毛が少し伸び,髪の毛が少し伸びたのかな、うん、ちょっと雰囲気がショート変わってたかなっていう、いつものエイモデル君とちょっと、えー、雰囲気が変わっていたかなという感じるので、えーまあ、そういったところもちょっとイメージチェーンがあったかなというふうに、えー、思いました、はいえーっと。そして、あと気になった選手なんですけど。 カムデうん、カムデン君、うん、そう、一番関スのカムデン君ね、ちょっと見ていこうと思います。 今回は彼も曲は、まあ、ショートプローもしっとりとした彼らしい曲ですね。うんまあ、いつも彼が使っているような、まあ、そういった曲、音楽をまあ使っていて、まあ、昨シーズンとまあ同じ感じというか、まあ、そういった雰囲気だったかなという感じがしますねで。ジャンプは4回転とトリプルとトリプルアクセル、まあ、なんとか入れたんですが、まあ、2つともちょっとミスってて、うん、ミスっちゃいましたね。だから減点があるかと思います。トリプルルッツは良かったんですけど、えー、で他のスピンとかは、まあ、よくレベル レベル4ステップがレベル3ですけど、えー、まあ、レベルしか取れてるかなっていう感じがありますね。4つ目の、えー、とスピンがちょっと、えー、これが、まああそうですねえっ、ー、とあのチェンジシットスピンかな視界のシットスピンかなこれ、うん、がえっ、ー、とまあ、少し減点はされてますけども、まあ、総合的には仮定になってますね。うん、はい なんで、まあ、終わった後表情はされなかったんですけど、うんまあ、でも昨シーズンのことを考えると、まあ、彼、昨シーズンかなり良くなかったんで、うん、でさっきのケビン・エイムズ君もえ、昨シーズン序盤かなり崩れて,し、ま、崩れてスタートしてたんで、まあ、カムデン君も昨シーズンはさ前半の最悪でしたんで、まあ、そう考えると、まあ、あのいい感じ、伸びしろを残した感じのスタートになったんじゃないかなっていう、えそういうふうに僕は思っていますね。はい でプログラムコンポーネンツはこんな感じで、厳しいジャッジいるね。オランダジャッジが5点台ですよ。5.75プレゼンテーションが。これめちゃくちゃ厳しいですね。これ結構ね、このプレゼンテーション今季厳しく出す人いるんですよね、結構ね。他のジャッジが7点とか8点台とか、まあオーストラリアは6点ですけど、まあそういう中で5.75っていう点数なんでね。で、オランダのこのジャッジの他の点数とか7点があったり、 してる中で5点なんで結構乖離っていうのは多くてますよね。だから結構何て言うんだろう。あのジャッジによってもこうやっぱ点数が離れてくるしえー、1人のジャッジも1人のジャッジもその項目によっても点数の乖離があるっていうところが、まあ最近のえー、まあ、傾向としてあるかなっていう風うに感じられますね。うん、すごい。 オランダは総合が32.57っていう他のチャッチに比べてだいぶ低く出てますね。カナダのチャッチは8点台出てますのでだいぶ返り、えっと、が大きいかなってちょっと思ったりしますね。うん、でも総合的には7点,7点台なんでまあでも相場、カムデン君としては相場の範囲内なのかなっていう感じはしますね。はい、そんな感じです。 えっと、あと印象に残った選手のプロトコル表を、ああのね、イスラエルのマーク・えー、ゴロドニスキ,スキーっていう選手、この選手、非常に印象に残りましたね。うんまあ、こ結構このし、えっとうん あのーまあ、新人発掘かなというふうに思いました、イスラエルの男の子ね。うん、えこの選手、本当に優勝残りましたね。うん、あのジャンプも非常にこうコンパクトに決めてきました、トリプルアクセルも3回転、3回転もトリプルルッツも、非常にジャンプはとても良かったし、えジャンプだけじゃなくて、とこどこ減点とかあるんですけど、あの動きがね音に曲に合わせてすごく良かったかなと思います。音のの取り方が非常に良かかっったですすねもうキッククるとこととこうあくちょアバ もう非曲に,にこうナチュラルに入っていた気がするのでとてもこの音の取り方っていうところはすごく気持ちよかった見ててうん見てて気持ちよかったのですごく、えー、と新人発掘だったかなっていう感じがしますまあでもレベルが取れてないですねレベル2とかレベル3とかになっていて一部減点もあるのでちょっと点の上ではあんまり点は伸びてないんですけどただあの見てて非常に気持ちよかったので非常に印象は残ったかなという感じは、えー、しましたね うん、でプログラムコンポーネントはこういう感じになっています。はい。そうですね。あんまり、そうですね。6点台と7点台ということになっていますけどもね。うん。はい。はい。そんな感じ。あとは、えー、っと、そうですね。ケビン・エイモズ君の話はし、カムデン君の話もしたので。 エリア・マリン君ね、ショートプログラムの話していこうかなと思います。うん。えっと、彼はね、まあ、フリーでは4回転アクセルを決めることになるんですけど、ショートはね、うーん、まあ、ミスがありましたよね。まず4回転ルーツ転倒しましたね。うん。あの、うんとね、そうですね、まあ、ちょっと回転もやっぱ足りない評価になってますよね。回転も足りずに、アンダーローテーションで転倒という形になってます。でも、オーストラリアはマイナス4にしてますね。 マイナス5じゃなくてマイナス4になっています。で、4回転等もこれ、減点と押してしまったという感じになっています。で、4回転とは9マーカーついてギリギリだったですね。あの、フリーは4回転等も非常にきれいに決まったんで、まあ、なんかあんまりショートはうまくいかなかったのかなっていう感じは受けましたね。うん。まあ、あの、フリーではね、かなりいい演技をしたので、あの、まあ、ショートはもしかすると、ちょっと、まあ、何か他の要因で、あの、ショートはね、 えー、あんなにショートがうまくいかなかったから、フリーもうまくいかないんじゃないかなって思っては、そういった感じなのかなって思いましたけど、まあ、そことはあんまり関係なかったですね。うんはい、ただ、ステップとかもレベル4を取れてますよ。ステップとかスピンもちゃんとレベル4を取れてます。最後のスピン、最後のスピンすごいですね。えっと、イタリアタチジャッジがマイナス1つけてるのに、アメリカジャッジも、そしてオーストラリアチジャッジはマイナス3つけてますよ。でも日本ジャッジは4っていうね、これすごい、これ。めちゃくちゃ乖りがありますね。 この帰りは記録的な帰りなんじゃないでしょうかね。うん。あの、日本ジャッジは4つけてるんですよ。あともう一歩で5ですからね。うん。満点なんで。でも、マイナス3をつけてジャッジを見るんですよね。これ、ものすごい帰りがありますね。なんでだろう。最後のクロススピンがちょっとトラベリングしたからかな。うん。すごいですね。この帰りの仕方は半端ないですね。うん。で、PCS はこうなってますね。うん。あ、でも日本ジャッジは結構優しいですね、今回。あの、42.60ということで、 手を挙げててまます。す。点台となってますただ、他のジャッジ見てみると、ね、オランダのジャッジがやっぱ35.49ですし、えーあ、オーストラリアはめちゃくちゃ厳しいね、うん、あの6点台が2つで32.99だよ、10点も差が開いてますね、日本とオーストラリアの差、うん。テクニカルエレメントのところでもオーストラリアは結構厳しかったんで、エリア・マレニックに対してオーストラリアジャッジはめちゃくちゃ厳しいのかなっていう、そういった感じです。 えどうもそうですねちょっと厳しい目に出てるかっていう感じでも、じゃあ一体この4回転ルーツのマイナス4っていうのは何なんだろうっていうね、転倒したらマイナス5が、まあ、通常になってくるんですけども、マイナス4っていうのがね、えー、っと1人いるので、一番厳しいチャッチだったはずすんだけど、ルッツジャンプにはマイナス4にしてるっていう、ちょっと謎の現象が起こってるっていうね、えー、ちょっと面白いですね、出て。はい、そういう感じです。はい あと、ダニエル・グラッセル君の得点を見て、彼はフリースケーティングで棄権するんですけど、まあちょっと最初の回転ルッツ、これ激しく転倒しましたね。うん。でも回転はアンダーロードで進んでるっていうのは奇跡的だったかなっていう感じがしますね。ダウングレードしたうかなと思ったんですが。えー アンダーローテーションで済んでるという感じです。まあ、でも全部減点ですね。うんまあ、これね、やっぱトリプルルッツからも減点になるのと、4回転ルッツのアンダーローテーションの減点で大きく変わってきますので、まあ、なんとか少し良、えー、かったマシな、マシだったかなという感じは、えー、しますけどもね。うんはい ただ、4回転フリップも、えーとまあ、ちょっと回転が足りないマークになってますね。うんまあ、彼は4回転、一応回るんですけどね、回転不足やっぱ多いですよね、ダニエル君はね。うんでえー、とただ、彼は昨シーズンはですねトリプルルッツ、トリプルとショートプログラムで、まあ、3回転、3回転をやってて、で4回転ルッツだったんで、まあ、昨シーズンに難しいことやってるんですよね。うんまあ、あのなので、そういったところは非常に。えー なんか進化して上を目指していってるのかなっていう印象は受けてますけどもね。はいえー、というわけで えっと、まあ、テクニカルでめずはこんな感じですね。うん。まあ、でも、最初のジャンプで激しく転倒してしまったんで、まあ、怪我とか、なんかこれがやっぱりちょっと問題かなんかあってですね、あの、ちょっと、なかなかうまく、あの、フリースケーティング進めなかったのかな、理由は分かりませんけどね。うん。PCS はオランダのチャッジがコンポジション5点ですね。随分オランダのジャッジ、乖りしてますね。7点もあるのに。うん。結構乖りがあるかなっていう感じがありますけどもね。他のチャッジと比べてオ、オーストラリアも、 めちゃくちゃ厳しいですね。全部6点台で31.32ってね、結構厳しい、でも日本ちゃったら一番優しいですね。41.76なんで、うんまあ、結構乖離が起こってるのかなっていう感じはしますけどね。ただ ダリエル君、他の選手と比べるとちょっとスピードがないかなっていう感じはしましたが、後半型ね、まあ、あのそのジャンプは結構スピードないんですけど、後半からスピードが出てきた感じがしたんで、まあ、そこで点数のつ、えー、け方が分かれたかなっていう感じは、えー、しますけど、まあ、でもオーストラリアはあのテクニカルエレベルトも33点なんで、他のジャッジに比べるとだいぶ離れてる気がするんですよね。結構だから、えー、厳しめかなっていう印象になってると思います。はい。 えー、というわけで、ありがとうございます。えっと、一旦これで動画止めていきたいと思います。いざとこまで追いつきましたね。えー、追いついたっていうか、まだ追いついてませんけど、次、えっと、男女の、えー、US クラシックのフィリースケーティングを見てきて、えー、終わりに、あのー、次、えっと、見ていきたいと思ってます。はい、バイバイです。あ、あとね、あの、そうですね。あ、カナダのステファン・ゴボレフっていう選手か。この選手も良かったですね。うん。はい、では、ありがとうございます。バイバイ。